わかんない、飛ばすしかない。これはむずい、むちゃくちゃむずいです。出てるよね、全く同じ問題。朝の国際教養だったっけ、これ解いたな、つい最近。中学生が解くんでしょ、絶対無理。さあ、では始まりました、もちゃっちチャンネルです。さあ、この画角ですからやってまいりました、難関高校入試の問題を解くシリーズでございます。今回は開成高校の問題を解いていきたいと思います。まあ前回はね、灘を解きましたので、ぜひそちらの方も見てみてください。そして2020年のね、問題の方も出てますんで、そちらも見ていただければなと思います。では2021年の開成高校の問題解いていきたいと思います。もう1年経ってますんで、全然出題形式は覚えていないのですが、はい、ではやっていきたいと思います。Ready, start! はい、どれからやろうかな。文法からやるか、やっぱ共通補充。あ、そういうことか。うん、これは分からない。でもこれ中学生が解くのか。はいはいはい、これはもうおなじみですね。やっぱ高校入試共通語補充多いからもう慣れてきたな。わかんない、これ飛ばすしかない。いや、とりあえず飛ばしますけど、わからないわ。あ、正誤問題。ん？簡単じゃん。これ一瞬ですね。これ楽勝。あ、4択は超楽勝ですね。次は何？言い換え。あー、なるほど。はいはいはい、関節疑問ね。こいつはむずいな。はい、文法終了。あれ、これ今年も出てるよね、全く同じ問題。読んだことあるぞ。朝の国際教養だったっけ、これ解いたな、つい最近。いや、これは相当難しいね。こいつはめちゃむずい。はい、24分ですね。いや、この長文はめちゃくちゃむずいと思う。はい、ということでね、出典調べたんですけど、早稲田の国際教養と同じですね。2021年早稲田の国際教養第3問と開成高校の大問2の長文、同じ出典です。ただ出だし同じなんだけど、開成の方はウェブサイトとかに出てくる短いやつで、多分、うん、早稲田の国際教養の方は本とかに出てくる長いバージョンかなって思いますね。出典の名前も同じですね。 The Slowing Down of Time っていうやつなんですけど、国際教養の時もおお手強いなと思ったけど、高校入試ですよ。こっちの方がもちろん出てきてる場所は優しいんですけど、やっぱ大学入試レベルですもん、完全に。さらに福岡女子大学も全く同じですね、出典。2021年の問題が、これも改正と全く同じ場所、長文出題されてます。短いバージョンが出てました。まあ国際教養の方が全体的に難しいんですけど、それでもいや無理です、中学生が解くんでしょ、絶対無理。全体的に灘の方がむずいかとも思ったけど、やってく中でこの長文は、いや改正の方がむずいかな。今年は灘超えの長文。はい、では見ていくんですが、文法からいきましょうか。はい、最初共通語補充問題ですね。 Tears ね、破けると Tears 涙っていうのを聞いたやつですね。これは共通語補充やってる人だったらスッと出るかもしれないですけど、やっぱ中学生に難しいよね。 Tear の方がむずいよね、破けるは。で、次が The 何とか of essay is good、 こっちは出るにしても、 The student was quite 何とか with their very score、 この content with は出ないでしょう。高校レベルですね、満足するね。コンテンツの方はコンテンツで知ってる人が多いと思うんですけど、2つ目の空所がむずい。3番が There were 30 people present、 出席してると、 That I was a present ですね、プレゼントですよって。これ前にどっかの高校入試でやったと思うんですよ。高校入試ってやっぱ共通語補助多いんで、既視感がある問題。次もそうね、 Just a second、 ちょっと待ってっていうのと、仮面セカンドプレイスですね、2位のセカンドの、このやっぱりね、共通語補充は別の品種になるっていうキャラクターね、覚えておくといいんだよね。次が Why did you kick your sister? Did she do something? これはむずい、むちゃくちゃむずい。最初飛ばして後から考えて、あーって思ったね。 Being alone doesn't always なんとか you feel lonely、 Some people like to be on their own って言って、ここの後ろに you feel って来てるから、 make you feel とか have you feel とかって考えちゃうと、もうどうすごいになっちゃう。形容
しにならないですから、ハブとかメイクとか。だそうじゃなくて、この前の doesn't always に注目するんですね。not always とよく使われるっていうと、not always follow that、not always mean that で、mean だったら形容詞で意地悪なっていう意味があるから、だから mean を入れるっていう意味です。一人でいるからといって、必ずしもロンリー、寂しいわけじゃないよって言ってますね。I have to なんとか end this newspaper to the office by tomorrow。で、まあこれでわかるね。Could you give me a hand でしょ。はい。助けてっていう give me a hand と hand in 提出するですね。これも簡単ですよ。中学生とっても難しい。If you borrow money from the bank, you have to pay。 お金を借りて払うのは interest 利子っていうのと、 do you have any interest in っていう、はい、興味の方の interest ですね。まあ大学入試レベルですね。はい、次、正誤問題ですね。間違ってるの2つ選べます。まあ、自分は正誤問題得意なの。 Last night I was spoken by はおかしいですね。はい。I was spoken to by a stranger。 はい、これはできなきゃダメですね。 My hometown has changed a lot. It's not what it used to be。 かつてと違うよ、変わっちゃった問題ない。 No matter how cold it is outside、 どんだけ寒くても、 He always goes out without a jacket on、 ジャケットを着ないですね。 Without a jacket on、 on 入れるっていうね、問題ないですよ。不対状況の with とかっていうので、 with a jacket on は知ってるけど、 without のね、バージョンは知らない人が多いですね。次、 My brother isn't at home. He has been to the station to see his friendOff はダメですね。 Has been to だったらもう戻ってきちゃってるじゃないですか。今家にいないって言ってるから、これは Has gone to にするっていう、まあこれは高校入試品質ですね。この2つが間違いと。はい、続いて4択。 I know she helps all the time, but it really is kind of her. It is kind of 人。It is so kind of you とかってよく言いますね。 This bag is too big, could you show me another ですね。はい、同じ種類の別のもの、あなたを選ぶ加算名詞ですね。はい、Let's run, we'll miss the last train we do unless ですね。 Unless we run ですね。走らない限りは終電乗り遅れちゃうよ。 Can you finish the work なんとか tomorrow morning。 はあ、これまでには by ですね。はい、until 選ばないでね。までには by、 until までずっと。はい、次、 I always remember my grandmother when I eat pasta。 はい、言い換えですね。Pasta always reminds me of my grandmother。 思い出させる。で、次は This is the largest classroom at this school ですね。一番大きいって言ってるから、 No other classroom at this school is as large as this one。 これほど大きいのはないと。 As the dog is old, it can't learn new tricks ね。年老いちゃってるから新しいトリックをね、学べないよね。お座りとかですね。 If the dog were young ですね、もっと young だって、 It could learn new tricks ね。若かったら学べるのになって、まあ昔ながらのね、この言い換えだよね。そうだから大学入試の昔の問題は高校入試では今でも出るんですね。この as と if の書き換えってよくあったよ。だテキストとかによく入ってる。 She said to me, will you go on a picnic tomorrow? 明日ピクニックに行くのってことね。これ行ってくれますかじゃないよね。行くんですかだよね。だから She asked me if とか whether で、私なんで、これ will you って書いてるもんです。私だから I would go on a picnic ですね。Would ってちゃんとね、間接和法にやると。で、大学入試は間接和法はほとんど出ないんで、やっぱ高校入試って感じです、この辺は。See, my sister started to watch TV 2 hours ago and she's still watching it. ですね。はい、この言い換えはね、ナダでも出てましたよね、これね。My sister has been watching TV for 2 hours といえば OK です。同じようなポイントが問われている問題でした。続いて、長文見ていきますね。もう1の長文は、なんかね、母親のクマが子供のクマ、人間にこう引き取られていくのを描いたやつでした。なんかちょっと悲しいよ。と並べ替え問題。あ、面白かった。これ。To watch the humans who visited the forest。これ、in とかね、わざと入れて、in the forest にしない、間違っちゃうとかね、よくできてる並べ替え問題でした。次、説明問題ですね。まあまあ、ここは該当箇所が分かればできる。あ、でも該当箇所の訳が分かる。そもそもカブっていうのがさ、クマの子供だって分かんのかな。で、気持ちを表すもの。まあ、これ読めてればいけるけど、いや、難しいよ。で、別の英語表現、指すものですね。これは先に説も見とかないと大変だと思う。後から探すとなるとね、大変です。で、なぜそのように言ったのか、その理由を答えなさい。まあ、だから東大とかで出てくる、ほんと難しい。難しい問題だよね。気持ちとかお答えるやつね。で、次、説明として正しいのを選びなさい。で、7は訳。まあ、できるかな。As she wanted to be held by the lady more than anything else. あ、more than anything else ね。こう、一番っていうのと。あと、as のね、訳出ですね。で、C がいっぱいあって、C が指すもの、はい、あ、いう、どれですかってですね。これ、全問正解してほしいけど、ちょっとむずいかなっていう問題もあります。で、内容一致2つ。まあ、これを読めてれば大丈夫。そして最後の読解が、もう完全に大学入試レベルと。まあ、常識力
力があれば結構いけるんですけど、それをだってもう問答無用の単語でやってくるからさ、マジでむずいと思う。並べ替え問題は、アビリティトゥドゥはね、よく問われるポイントですので、できてほしいかな。でも大学入試だったらだけどね。で、2の言い換え。まあこれは常識があったら簡単だけど、って感じかな。問い3もそうですね。これも常識があったらちょっと簡単。だそれでできちゃう人がいるんじゃないかな、と思う。実際改正だから、長文じゃなくて、常識で知ってて解けちゃう人がいるんじゃないかと思う。で、次の和訳。Time does not pass uniformly everywhere. まあこれもいけるかな。で、次は和訳として適切なものを選びなさい。これは簡単ですね。Nothing more than を聞いてるの訳出ができていれば OK。で、あに入るもの。これがむずい。めちゃくちゃむずい。なので、理解してないとマジで無理なんで、これ完全大学入試レベル。で、次は文挿入問題。これもむずいですよ。ちゃんとね、but とか、ほら、for example とか、指すものを置いてくれてんだけど、this とか it とかあるんだけど、それでも難しい。長文のレベルも完全大学入試。うん、相当むずいと思う。大学入試の中でもかなり途中は難しいですね。空所あのあたりっていうのは、マジ超えるレベルかなとも思うので。いや、こんなん出してくるんですね、改正。いや、とりあえず、今のところ改正のこの長文が今のところ一番難しいですね。果たして2021年どんな感じなのか、まあ他の問題もやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ期待してください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.